その私とキラちゃんそのマジックしたかやったじゃないですか。すげえ前え、あった。あ、そうなんです。あれなんだっけ、あれ無表情で2人こうやるやつ。そ着物着てましたよね。のマジックした回の直前ぐらいに、私と上村さんがツーショットを撮りたいのに、キラちゃんが邪魔をしてきて、それで私が怒って喧嘩をしたんですよ、キラちゃんと。で、その本当にマジックの時はめっちゃ気まずくて。あ、これその時の写真。はい。うわー、後ろにいるわ。分身の術でしょ。何回も何回も来たので、ちょっと嫌になっちゃって泣いちゃって、私が。そしたらキラちゃんも同時に泣き始めて。松本も泣き出したやつ泣いてんの。あ、こんなになんかみんなが騒ぎ出して、高坂泣いてる、高坂泣いてるって、なんかこんなに大ごとになると思ってなくって、なんかどうしようって思って、収拾つかなくなると思って焦って泣きました。あら、小学校の話みたいなね。そこに森田が入ってきたんだ。いや、確かに。どうしてくれたの、森田が。私の家までそのキラちゃんとひかるちゃんが2人で来てくれて、ほう、仲直りしないよみたいな感じでお握手させてくれて、男前だな。 先生じゃん、小それ学で校も仲直りできました。は、なんでそんなしたの、森田は。その喧嘩をしちゃった後で、次の日にマジックの練習が2人であるっていうのを言ってて、やりにくいと思うから、もう今日中に謝ろうみたいな話になって、お家行こうってなって。でもキラちゃんは嫌だ嫌だみたいやだやだっつってんじゃん。あいつやだやだっつって。じゃあ一緒に行くよって言って行きました。いや、お姉さんだね。お姉さんだね。さあ、それでは高坂、森田に感謝の気持ち伝えてください。あの時にひかるちゃんがそのキラちゃんに仲直りしなよって言ってくれなきゃ、もう今もキラちゃんと 今も。もうずっと気まずいままだったんだろうなって思うと、本当にひかるちゃんには大感謝しなきゃなって思います。本当にありがとうございました。いいえ。